こんばんは、岐阜の伊丹寺です。今回はおーし、来た、俺が大好きな役職、妖術師来たぜ。マジでテンション上がる。これはよし、さあ夜のコードは最後占って死ぬっていうね、つまんないことにならないように。 SP がおらんな。これこういう時はだいたい SP の人を占うんやけど、ソフィアかな、可愛い子にする。よー、意味ねー、意味ねーよ。これ対抗のね、どうせ対抗で出てくるんで、こう対抗占いはマジで意味ない。深夜もふけ、はい、皆さん高評価よろしくお願いします。お願いします。あの試合、これ出るしかないよ。でも2日目に出てなんてことにな。あ、まあ出るしかない。いやー、どうしよう。いや、伝徳か、潜伏しよう。これ潜伏しよう、潜伏しよう。トーマス進行よろしくな。よろしくねー。お、妖術師出ないのかって一応言っとくか。妖術師は出ないのかい。カミングアウト、ソフィアが出た。うわー、最高ないんかい。とか、言っちゃうけど、いいんかな、ありかな、これ。この作戦なしやったら言ってたの、コメントで。平和や平和。これ、結構怖いことしとると、俺、今。対抗が出ない。出ないってことは、どういうつもりや？どういう。職は、賢者ソフィア、まあ対抗出ないってことは何かしらの理由があるのかもしれないから、ソフィア死んでみるのは怖いね。見るのは怖いね。ビル狼？え？ビル狼？え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 ？なんでそれ言うの？なんでそれ言うの？言うの？ソフィア賢者じゃん。ソフィア賢者やん。ビル狼やって。ソフィア賢者。ソフィア釣りでいい。ソフィア釣りでええな。釣りでいいっぽいな。いいっぽいな。ソフィアグッドバイヤー、本してソフィア、オッケー。時短の時間決めよ。80くらい、70くらいか、50で時短ね、50で時短ね、独裁者いたら、独裁者それまでに出ようね。言わないようにしたので、聞かれたから言ったの。いや、でも、狼を言うのはいいことやだな。なあ。全然、ソフィア間違ってないんだな。ソフィア間違ってないよ。狼を見つけて言うことが、賢者の役目やで。
だからソフィア悪くないよこれ。そう、うん、ソフィア、ソフィア行ってもいいと思うよ。ソフィア行っても行っても全然全然いい、いいと思うよ。10秒前にします。あのなんかちょっといい、なんていうか言い方が、言い方がちょっとなんか親って感じだっただけで、あの行動は全く間違ってない。ソフィア全く間違ってない、うん、待てよ、誰占おうかな。あーこれあれだ、サンドラっぽいな、サンドラ村っぽいわ。10秒前、ほらな、ないや発言がな、なんか他の人はみんな釣りをしとったけど、サンドラはちょっとそんな感じしんかったで。あんな、なんであんな、なんで、待って、なんで、え、なんで、なんであんの、普通賢者かまんか、普通ソフィア神じゃね、普通に考えたら。おはよう、おはよう、よろしくお願いします。おはよう、カミングアウト、はい、なんでソフィア噛まない、噛まない、なんでそれやかまんの。サンドラ藁人形な、うん、サンドラ藁人形、いやーんかわいい、うん、待ってこれ村、村と狼、狼側4対4になってない、4対4、4-4になってない、になってない、アンナ狂人、うん、サンドラでいいけど、待て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 、本指定、本指定あれだろ、本指定ソフィアでしょ、ソフィアでしょ、ソフィアだろ、ちょっと待って、幼児、賢者潰せ、賢者潰さないとやばいって、潰しとかんとやばいって、やばいって、なんで、なんで、なんで賢者かまんかったの、うん、サンドラ、サンドラ釣ったらいかんやろ、サンドラ釣ったらダメやって、釣ったらダメやって、ダメやって、ソフィアでオッケーオッケー、時短150で行こうか、行こうか、うん、危ねえ、ドラツってどうすんねんやって、本当に、いやドラツってダメって、いやいや、ソフィア何にも問題ないよ、うん、ソフィア何にも問題ないないよ、うん、ただただ妖術師CO して狼行ったからちょっと戸惑った、ちょっと戸惑っただけやで。一旦よろしく、一旦よろしく、一旦よろしく、そう、なるほどです、そうそうそう、そう、普通は、うん、普通は賢者 CO して、 CO して狼言うかな。俺なの？俺なの？狼狼狙わずに俺に投票するんや、村が。よしよしよし。さよならの候補。あれ？なんて言ってたっけ？確か、メアリーか、
バニラか。俺別に占んでもいいな。どうせ狂信者目線全て分かってるのこれ。人狼。狂信者目線は全てスケトルで。10秒前。やられた、しまった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 、待て、狂信者目線分かっとったやろこれ。そうや、いや、しまったこれ。いや、これトーマス目線すべて分かっとったけど、なんかやばいことになっちゃったの今。ショーン四術師、バニラ暗殺者、ゲル独裁者で、ソフィア賢者、フランク最高、トーマス狂信者、メアリ人狼、サンドロアラ人狼、アンナ狂人、ビル人狼。ちょ待て、ちょ待て、ちょトーマス目線全部分かってたやん、全部分かるやん、分かるやん。待て、ソフィア釣り、ソフィア釣りする必要ねえやん。しまった、だからか。だから村票は合わせんかったんか。勝負の結果言うから丸分かりだった。いやー、ちょっとこれはどうなんだろう。これ俺やらかした、これ俺やらかしたか。いろいろき、あー、まあまあ、難しかったな。狂信と暗殺目線は全部確定しとったな、これ。狂信者と暗殺目線は全部分かってたな、全部確定してたな。賢者釣り押したのはやっちゃったわ。カジさん、人狼髪が悪かった。まあでもあれやったな、村と狼は4対4やったな。あー、そうか、そやなー。あ、確かに、そやな、狼ソフィアかまんかった、それがいかんかったな。そやソフィアかまんかった理由は何なんだ。かまんかったのだいぶ謎やったな、だいぶ謎やった。なんで？わからん。びっくりしたよ、言う。今日もアリングを出してくれた。そうかそうか。難しかったな、うん。難しかったな。うん、まあいろいろ考えさせられる試合やったな、これは。うん、逆部屋難しいっていうことが分かった。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日の動画もぜひ見てください。そしたら、ありがとうございました。